川崎市電は、かつて、川崎市交通局が運営していた、路面電車である。市電川崎、塩浜間 6.7km。十五ミ4 3 5 m m 電化方式は、直流 600V。全線が、現在の川崎区内を走り、かつ、日本交換前伊東は、臨港地区の工場地帯を走るため、朝夕のラッシュ時以外は換算としたローカル線であった。 太平洋戦争末期の1944年、軍事工場に通勤する人の数は14万に達していたが、燃料不足からバストラック輸送が限界となり、交通問題懇談会の要請で、川崎市は工場労働者の足として最初の開業区間を5ヶ月の特幹工事で建設した。しかし、通勤客輸送に活躍する間もなく、米軍の空襲で、 でひどい損害を受けた。戦後はわずか2両の電車から復興、東京都から応援車両をもらい受け、路線延長、複線化、新車の投入など整備を進めて、川崎市民や工場通勤客の足として順調に伸びたが自動車に押されたことと、路線網が未完成のままだったため、すでに川崎区内に路線網を張り巡らせていた川崎鶴見人工バスと、 戦後発足した川崎市バスによる路線競争に対して取り残された存在となり、経営合理化のため1969年に廃止された。川崎市交通局は全く新規の事業体として路面電車を運営する事業者としては2021年現在、日本で最後の団体となっている。塩浜総社場の建設によって、川崎市電の池上新電塩浜館と、 京急大市線の小島新電、塩浜間が休止となった。休止後は、川崎市バスと臨港バス、さらに京浜急行電鉄が既存のバス路線を増発し、代行とした。京浜急行では、既存区間の増便とは別に大市線の産業道路駅から塩浜方面への代行バスも出し、一部は国鉄蒲田駅まで運転した。しかし、 池上神殿で接続していた川崎市営トロリーバスの廃止に合わせて不要不急の財産を整理した結果、1967年に正式廃止となる。この結果京浜急行電鉄も小島神殿、塩浜間を再開する意味がなくなったと判断、1970年正式に廃止して代行バスの運行を取りやめた。王子の川崎市電の路線をほぼトレースする。 千葉市川40系統支店川崎駅川崎駅前駅商工中金。当時の小田坂江町駅昭和電線前駅間。ありがとうございます。